どう映ってるかわかんないもん。わかんないんだよね。とりあえず撮っとく。でもここ全部日向だよ、その。もうちょっとある、もうちょっとある。てか近くでいいと思う。なんなら本当に。確かについてから撮る。だってあの看板見えてからでいい。ええじゃないよ。はい、今日ニュースは挨拶。せーの、田口姉妹です。こんにちは。今日はいちご狩りにやってきました。やったー。ちょっと朝早いですね。ちょっとお眠いですね。現在の時刻は9時。40分ぐらいですかね。あの女性のいちご狩りで食べる平均は20個らしい。20個？うん、平均20個。ないですね。言ってもじゃない？絶対30いけるでしょ。前回やってきた時何個食べたの？30個ぐらい食べた気がする。ガッティ。え、絶対いけますよね、いちごなら。目標。じゃあ目標35個。うわ、あの35にしようか。いけるか？絶対いける。いちご狩り。遊びじゃねえよ、これ。これは遊びじゃない。戦いだ。戦いだよ。いちごを狩りに行くんだ。そう。いちごか、いちご大好き。知ってる？花がどれだけいちご好きか。知ってる。舞台終わったらご褒美にいちご買うもん。そうなの？うん。それで一パック一人で食べるのが好き。本物やつ。受付とかある？かわいい。え、かわいい。かわいい、かわいい。あったかいね。いい匂いしない？きれいきれい。うん。お上品な歩き方。大して洗えてなさそうな洗い方。顔チェック。いけそう？うん、かわいい、かわいい。大丈夫かな。うん、いちごに似合いそうな顔してる。目を鏡、この世で一番可愛いのは手洗いグマ、チャラシなんだっけ。手洗いグマ。いちご枯れそう。いちご枯れそうな顔してる。いちごっぽい顔してる。いちごっぽい顔してきた。いちご好きって言うと可愛いからあんまり言ってなかったんだけど、いちご大好きなんだよね。何飲んでんだよ。コーヒーたしなんでんだろ。いいのか、お前それで。お腹の方いきなり入れたら反動でもっと食べれないだろ。これは、おではそこまで考えたの。熱っ、普通に飲む。いらない。皆様おはようございます。おはようございます。朝早くからですね、説明なんかもさせてもらいますので、よろしくお願いいたします。親切。朝5分ほどでですね、スタートになりますので、よろしくお願いしたいと思います。じゃあ少々お待ちください。まもなく10時になりますので、前の方にご移動お願いします。最善いただき1番だから。1と2とかしか振り分けられない。すいません、ちょっと取り方があんまり説明できなくて。猫のニャンってとこ、ニャンニャン。そうだ。すごい、めっちゃ綺麗に撮れる。すごい。じゃあ、やっと。ハディ食べよ。取ったあなた。いつごどこやったの？ここにあるでしょ。あ。まあ、いただきます。うまっ。うん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 。うますぎ。なんだこれ、種類。うまい。うん。うん。練乳つけなくてもめっちゃうまい。ね。ポカポカだ。うわー、めっちゃいっぱいなってる。大きいやつ。いちごー。食べたらね。食べたいのに取りたくて。うまくちょっと。やばい、40個。やばい、40個取れなきゃいけない。今3個。5個。やば、負ける。せーの。ごめん、やばくない？やばい。これ何？ちょっとね、引っ掛けてんな。めっちゃ蜂飛んでる。そう、蜂さんには気をつけてね。でっかいね。うん。美味しい。味違うのかな。味の違い分かった？うん。本当に分かってる？全然まだまだ食べたいです。でかすぎです。
すいません、そこの美少女の方。今何個？15個ぐらい。あ、同じだ。うまい。全然食べれそう、時間があれば。そうだね。推しは秋姫でしょ。うん。え、これ一番美味しくない？美味しい、私もそう思う。秋姫だっけ？私も賛成です。秋姫と、その次が紅ほっぺが甘い。そうだね。うん。甘く柔らかめで酸味の少ないだけ、だから美味しい。お子様に食べやすいですって。なんかめっちゃ柔らかいの。絶対そう。なんかね、練乳つけてないのにちょっと練乳みたいな味する。うん、うんうん、確かにこれうまい。24ね、品種でちゃんと違うんだね。初めて知ったかも。私やばい、これで20ぐらい。でも全然余裕。これも秋姫。うん、えーうん、こっちにいっぱいなってるかも。美味しいです。美味しいです。でも時間に追われてて、なんか15食べるったんだよね。あ、いけるいける。あと5分で15分か。いくしかない。ごちそうさまでした。終わりました。大満足。大満足。マジ美味しかった。大満足。もうちょっとビデオ回すのとさ、そうなんだよ、食べるのが難かった、ね、でももう後半はもう本当にフードファイトしてた。42個。マジ38。おー、すごい。40個食べてんの。受ける。すごい。そうだよ、追い上げ。頑張ってんじゃん。すごくない？最後あと10分の時35だったの。最後5分で10個ぐらい追い上げた多分。そうだね、やばいね。5分でさ、いちご10個食べる人生もうこの先ないよ。マジ美味しかった。美味しかった。なんだっけ、正直まだ全然食べれる。あと10個は食べれる。私はなんか前半でかいので攻めすぎて。絶対そう。めっちゃ苦しい。あいつでっけえの食べてるな。バカじゃん。でっかいね。でっかいね。でっかいね。うん。なんで教えてくんなかったの？戦略があったんだ。はい。ハーズル。でも負けてたっていう衝撃の事実。このさ、ビニールハウスなんか熱すぎて、体力喪失したんだけど。発汗してた、なんか。発汗してた。顔真っ赤になってた。いちごのようになる。よう食べた、ほんと。いちごのようになる。いちごのようになる。どれ一緒にいちご盛り上げたい。ちはなちゃんやりたいらしいから。そうやりたい。あの、いちごの狩り、いちごの狩りが始まる前に。ただの説明のさ、おじさんのことを盛り上げたいちゃう。盛り上げたいちゃうとは出てこないと思う、調べて。あるかな、いちご園盛り上げたいちゃう。バイト。やりたい。日雇い。ぜひやらせていただきたい。ここでお願いしていこうか。盛り上げ隊長のバイトって募集します。レイクタウン行ったら歩くんだよな。レイクタウンでも行ってみる。うん、駅までさ20分ぐらい歩くか。でも帰りいい感じに消化しそうね。それでレイクタウンでご飯食べちゃったりして。寿司食べたい。寿司食べたい。最悪だよ、なんてこと言うの。食べれんのかい。ご飯は別腹でしょ。ありがとうございました。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。さよなり。無理があるけど。無理が。なんか全然食べる気はなかった。ちょっとお肉と味食べたいなくらいだったんだけど、まさかのめっちゃ安くて、普通にランチ買ってたら100分間デザート食べ放題ついてた。この一食に命を捧げる。
それでは私たちの宴はまだまだ続きますが、それではこの辺でお開きにしますか。はい、また見てね。なんか燃えてる。